40代半ばのクロス・クロス・ハルジは、日本の柔術家、柔道家、政治家。柔術家として、荒木流の免許改伝、柔道家としては、行動官に足しげく通って、戦前の全日本選手権大会等で活躍したほか、後には、ヨドバシ区や新宿区の区議会議員を務めて長く、区政に携わった。東京府のヨドバシに生まれる。農業をしていた父は、 病気がちで仕事が満足にできなかったことから、クロスは子供の頃からよく父の手伝いをさせられていた。当時は農機具は発達しておらず、農業を営むには相当な体力を要すことから、体を丈夫にするために1906年より、林彦次郎の下で荒木流柔術を学び始めたのがこの道に入るきっかけとなった。柔術修行で鍛え上げられた体を持って、 徴兵検査では、公主合格となり、方兵として、兵役、除隊後は、荒木流をはじめ柔術小派を学んだ。現在の柔道に近い形での諸学は、新党六合流を名乗る野口占領権が師範を、務める帝国商部会に入門してからで、1912年、初段、1917年三段、1922年に四段を、許された。 またこの間、1916年には、憲兵隊の柔道教師を拝命し、1921年には、浦野和嗣より、荒木流の免許改伝を受けている。一方で、クロスは、柔術だけでは飽き足らず1913年3月付で、行動官にも入門、柔術経験者ということで早々に、急審査を受けさせられたクロスは、相手の先輩4人を抜いて4級を許された。 いきなりの昇級に感激したクロスは、柔術、柔道に、ますます浸水し、行動館入門の翌年に当たる九百十四年二月に、新宿の自宅敷地に、自由館道場を設立。行動館の稽古にも解禁で参加し、とりわけ昔の歓迎庫は早朝天候であったため朝四時半に、新宿の自宅を出て、行動館のアルカスガまで一時間四十分の道程を歩いて通い、 しばしば警察官の不審尋問も受けたという。本人は、徒歩通学のおかげで、足腰がかなり鍛えられたと10回しており、荒木流、帝国勝負会、行動官と、二足ならぬ三足のわらじを履いて、稽古に励んだクロスは、行動官で1917年1月に初段を、取得すると1919 19年1月2段、1922年3月3段、 1924年1月4弾、1926年12月には5段くらいに列せられた。クロスは身長167センチメートル、体重78キログラムという中型の選手であったが、内股の他古流柔術出身者らしく横捨て身技を得意とし、とりわけ捨て身技から固め技に連絡する巧妙な体裁きは技師の名にふさわしいものであった。 これら得意技に加え元来の稽古好きとも相まって、行動間月次試合や春秋二回の紅白試合に毎回出場し、四段の時には興軍首相を務めて優勝している。1930年に第一回全日本選手権が開催されると、クロスは一般青年前期の部に第二区代表として出場したが、準決勝戦で、 朝鮮代表の村上義信の右を外落ちに、新さを舐めた。翌1931年の1月に6段昇段。49歳で臨む1937年の第7回全日本選手権には、一般青年後期の部で出場し、1回戦で、栃木の小倉文造四段を得意の内股に下し、準決勝戦で、愛媛の近田清志五段を相手に、 北条司法方で一本勝ちを収めた。日本一の称号をかけた決勝戦では、朝鮮の冷枝慶傾向五段と相対し、延長戦に突入する激闘の末に優劣決せず、惜しくも優勝を預かり扱いとなった。しかしその技量が認められ、大会2ヶ月後には七段を隠居。このか第二本部特会の大会にも毎年出場し、1937年には、 武徳会から教師号を排除している。クロスはヨドバシ区議会議員や新宿区議会議員として長く地元の区政に携わり、その風貌の特徴である大きな顎げはかつて柔道修行に打ち込んだ帝国商部会の会長であり尊敬する政治家でもある板垣大助を真似たものだという。柔道界においては戦後新宿柔道界の発足に奔走して、 同会副会長を務め、学校柔道復活のために汗を流した。また、東京都柔道連盟の理事や、行動関心議員といった重責も担うなど、柔道の普及、振興に尽力。これらの功績もあり、1948年5月付で、八段位を許された。しかしながら、職務に多忙でも、同意を置くことは、決してせず、若かりし、 頃に設立した義勇館道場にて60年以上にわたり、更新とともに汗を流し、門弟の数は延べ5万人を超えた。同時に、自身も行動館へ足しげく通って、初中稽古、冠中稽古へのみな出席は、各50回を数え、これは、三船急増10段や坂本ふ太郎ろ9段に匹敵する記録であった。1ヶ月解禁するとその後半年は、 体力が持つような気がするとクロス。試合とは遠ざかってからも若者たちと一緒に激しい稽古を行い、70歳後半を超えて若い頃の傷が痛み出してからは、高段者や白帯の少年を相手に乱取りを行って、立ち技よりも寝技中心の稽古に移行した。寝技は年齢に関係なくできるため、老いてから一層興味を持ち研究を重ねたという。 永年の柔道界に対する貢献が認められた、クロスは、1973年の行動館90周年、記念に際して球団に商談。80歳を超えるとさすがに形稽古に軸足を置いたが、この頃には書道にも、精を出して、かのう五ごろが頻繁に記号した力必殺をよく練習していたという。行動館の機関誌、柔道の特集で、 80歳を過ぎてまで柔道医が着られるのは小生にとって幸福、勢力全容だと思うと同時に行動感のおかげと感謝と語ったクロスだったが、85歳の誕生日祝いで赤飯を頬張った2日後の3月15日、心筋拘束のため午後9時30分に急性。4月4日に中野区の上岸寺で法営が取り行われ、参列者たちは、 死の生前の活躍に思いを寄せた。なお、同年4月29日の天皇誕生日に勲章を受章する予定となっていたが、日本国政府は3月15日付で、勲語等総合局実章を3月23日付で、正六位を追蔵している。ありがとうございます。